森タイトは、地方競馬の千葉県騎士会所属の騎手である。1998年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、足利競馬場、佐藤和信9社からデビュー。同年4月18日、第2回宇都宮競馬1日目第3競争ラ系4歳11組一般戦、鶴舞郎レンスで、初騎乗。同年四月二十日、 第2回宇都宮競馬3日目第6競争ラ系 C4 に一般戦を UA ワースで優勝し初勝利。1999年9月13日第14回全日本新人王相派戦出場。2000年に一度騎士免許を返上し引退。その後同級者級務員を経て騎士免許を再取得し2001年に再デビュー。 2002年地方競馬通算100勝達成。2003年足利競馬場の廃止に伴い、宇都宮競馬場へ移籍。同年3月30日第4回中山競馬2日目、第6競争3歳500万下でソブールに起場し、中央競馬初起場。2005年宇都宮競馬場の廃止に伴い、船橋競馬場、松城新旧舎へ移籍。 北関東所属での通算成績は三千四百五十一4二百六十五勝。二千九年六月八日、第三回船橋競馬一日目第七競争 c に三組合条件戦を、オルタネートワンで優勝し、五千二百戦目で、地方競馬通算四百勝達成。二千十年八月四日、第五回浦和競馬三日目第四競争 c 三五組六組条件戦を、 マイネルゼニットで優勝し、6298戦目で、地方競馬通算500勝達成。同年8月26日第7回荒尾競馬2日目、第9競争第14回霧島賞を、テームヨカドーで優勝し、重賞初制覇。2012年2月4日、第1回東京競馬3日目第2競争3歳、未勝利を、ユーロビートで勝利し、中央競馬初勝利。 2012年5月20日、第2回東京競馬10日目第11、競争優秀品馬で、チェリーメドゥーサに起乗、中央 GI 初参戦となった。2014年は246勝を挙げ、南関東リーディングジョッキーとなった。2015年8月3日、船橋競馬第5競争を、キスミーソフトリーで制し、地方競馬通算1500勝を達成。この年は、 前年に続き南関東リーディング、加えて、初めて地方競馬全国、リーディングジョッキーとなった。ナーグランプリ2015では、最優秀勝利回数期首相と最優秀賞金、習得期首相を受賞。2016年は、勝利数が初めて300を上回って、最終的に309勝まで伸ばし、前年に続き、地方競馬全国、リーディングジョッキーとなった。 2018年の東京坂月を北三三日月で勝ち、ダートグレード競争初勝利。松代新調教師選挙により、同年12月10日付で山中孫徳旧社所属に、同月24日付で千葉県騎士会所属となった。 地方通算成績は195682477勝2着2339回3着2159回勝率12.7%連帯率24.6%ありがとうございます